い、ありがとうございました。滋賀県民謡水口林でした。ありがとうございました。はい、ではですね、次で最後の曲になってしまうんですが、最後の曲、新潟県民謡おこま花笠という曲を演奏させていただきたいと思います。はい、今回花フェスタということでですね、ちょっと何か花に関連する演目ないかなと思って、ちょっと僕たちの中のちょっと曲の記録とか漁ったんですけど、おこま花笠ということで、花のついた傘、あちら花傘というんですけども、あちらを持って出てきたと思うんですけども、あちらの花の傘をくるくる回して、あのようにくるくる回しながら、彼女たちがいて可愛らしく踊ってくださるとなっています。はい、それでは、本日最後の曲、おこま花傘、お楽しみください。